ルクレツィア・バルベリーニは、イタリアのモデナ公フランチェスコ一世、デステの三番目の妻。教皇ウルガヌス八世の位にあたるパレストリーナ公、タテオ・バルベリーニと、その妻で、パリアーノ公フィリッポ一世、コロンナの娘であるアンナ・コロンナの間の第一子、長女。1654年10月14日、ロレートのサントアリオでラ・サンタ・カーザにおいて、フランチェスコ一世と結婚した。 夫はすでに、マリア・ファルネーゼとその妹のビットーリア・ファルネーゼと死別し、これが三度目の結婚であった。この縁組は、カストロ戦争で互いに、敵型について戦ったエステ家とバルベリーニ家の間の、対立関係を解消するための政略結婚だった。夫妻の間には一人息子のリナルドが生まれ、リナルドは1694年に、モデナ公爵家の家督を継いでいる。 ワールドリュッツ、バーバーニーハット、ペイプルジーニアロジー、ザ・ファミリーズディセンダンツオブザ・ポップスバイ、ジョージ・エル・ウィリアムズ・ハット・ペニー・サイクロープディア、オブ・ザ・ソサイティ・ホー・ザ・ィフュージョン・オブ・ユースフル・ナレッジ、ボリューム3。ありがとうございます。